これは、まあ、多分1940年代ぐらいのティソの、レクタングラーの時計ですね。これなんで珍しいかって、まあ、僕思うには、ケースがね、アルミニウムなんですよね。過去にアルミのケースの時計っていうのは、まあ、ロンジンのパラシュート用の、舞台用の時計とか、バセロンでもあったと思うんですけれども、ほとんど見たことないんですね。アルミニウムっていうのは、まあ、非常に高価な、特殊な素材だったんですね、昔は。今でこそ、まあ、ありふれてますけど。ということで、このアルミニウムのケースの時計っていうのは非常に珍しかったです。加工はしやすかったと思うんですけれども、まあ、希少な金属ですよね。それでまたこれが非常に横から見ると、まあ、ちょっとオーバーです。パテックの泡グラスのような、ウヨヨーンと、楕円形になってます。で、裏蓋はこれ、まあ一応、スチールバッグ、アルミですけど、スチールバッグになってると思います。スチールバッグです。で、この上の部分とか、これ多分アルミだと思うんですよね。ちょっとステンレスとは思えないケースです。後で中を開けてお見せします。